おはようございます。速稼塾のコブです。いや、 YouTube ってのはやっぱいいですね。最近のカルロス・ゴーンさんのことに対しても YouTube を通じて得られる情報っていうのが一般のマスメディアに比べてものすごくね大きいですね。で、今回特にその堀江貴文さんのゴーンさんの見解っていうのがやっぱりねむちゃくちゃすごいなと思いましたね。やっぱ堀江さんも同じような体験をしてるのと、まあ、やっぱ詳しすぎますよ堀江さんは。おはようございます柳田さん。詳しすぎて、あ、そういうところを追加で見ると全部が見えてくるんだみたいなことでね、すごくスッキリしてましたね。はい、それでもう一つなんですけども、 YouTube がいいなって思うのは速稼塾のね YouTube をされてる方の中でやっぱお互いを励まし合った、お互いをやっぱりねこう鼓舞し合ってやっているっていうところですよね。昨日キングコングの西野さんがされているね、なんですかね、プペルね、なんとか町のプペルってのも忘れちゃいましたけども、その曲を歌ってくださいみたいなのをツイートで紹介しますってのをやってたんですけども、それをね、愛知県の育子さんが紹介して、そしてそれを西川倉さんの山根さんが歌って、それがまあバズったということでね、すごくいいですよねこういうのってね。育子さんがやってみないっていうふうにして、山根さんがやってみたって、そしたら結果こうなったよって、すごく嬉しいよって。何が嬉しいかっていうと、私に話を持ちかけてくれた育子さんが嬉しいよってことだったんですよね。そうなんですよ、やっぱり山根さんもそうですし私もそうなんですけども、多くの方にやっぱりね知られるとか人気者になるっていうのは嬉しいですよ。でもそうなることを期待してくださる方がいたっていうのが非常に嬉しいなと思いますね。山根さんはね、自分のチャンネル登録者数が全部なくなってもいいから育子さんの動画見てチャンネル登録してみたいなこと言われてますけども、すごくいいなと思いました。はい、それで今日の動画のまとめになりますけども、私もね一人紹介したい人がいるんですよ。それはですね、陸上ホッケーのジーコですね。ジーコって言ってからね、まだね20代の若い、彼なんですけども、陸上ホッケーのもうトップアスリートが今回ね起業して、自分が陸上ホッケーで培った精神力とかね、それから健康に対する思いっていうのをこれから動画で発信していきたいんだってことで自己紹介動画を作ってくれたんですけども、これがねすごく編集凝っててヒカキンさんのチャンネルみたいなんですよ。すごく面白いんで皆さんにもね見てほしいなと思います。まあよろしくお願いします。こんな感じですね。YouTube っていうのは一人の人の力をもう10倍にも50倍にも100倍にもしてくれますんで、ぜひねこの2020年 5G 時代に YouTube まだね見てるだけの人はぜひアップロードしてみてください。YouTube に関するご質問ですとか、チャンネル登録者数を増やそうかなとか、それから再生数を取っていきたいなとか、SEO って何なのって、タイトルタグってどういうことなの、サムネイルってどういう意味なんですか、どうやって作るんですかってこと、疑問質問ありましたら、私の方がしっかりとお答えさせていただきますので、チャンネル登録者数1万人を達成したね、私の方にご連絡いただいてもよろしいかと思います。それでは、いってらっしゃい。